皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルの竹見です。本日は 1%, 1の人しか知らないお金がどんどん自然に溜まる人の意外すぎる特徴と題しまして科学的根拠にしっかりと基づいて苦労なくお金をガンガン貯められる人たちには共通して一体どんな特徴があるのかということをわかりやすく解説していきたいと思いますさてお金を貯めることが重要だなんてもう私たち耳にタコができるぐらい聞かされていますよね資本主義社会に生きている 私たちにとって。 どんなに綺麗事を言ったところでお金がなければ現実問題として生きていけないからです。またお金がない状態というのはめちゃくちゃメンタルに悪影響を及ぼすこともわかっていますのである程度お金を貯蓄しておくということは健康的に生きる上でも極めて重要なわけです。貯蓄がある程度あることによるメンタルの安定は大切なんです。とはいえお金が貯められないよと悩んでいる人は本当 本当に多くて書店に行けばお金を貯める方法を解説した書籍がずらりと並んでいますよねこのことはいかにお金を貯めるというのが難しくて お金を貯められないと悩んでいる人が多いのかということを物語っているんですそこで今回はですよ巷でよく言われているようなお金を貯めるための小手先のテクニックじゃなくて自然とお金が貯められるようになる人間に変わっていける根本的な方法について皆さんにわかりやすくお伝えしていきたいと思っていますあまり書籍などでは書かれていないおそらくね皆さんが聞いたことがないであろう内容がたっぷりと 詰まっていますからぜひ今回の内容を参考にしていただいて苦しみながらお金を貯めるんじゃなく楽にお金を貯められる人に変わっていきましょうそれでは早速ですが1%しか知らないお金がどんどん自然に貯まる人の意外すぎる特徴についてガンガン紹介していきたいと思いますまず一つ目に紹介したい意外すぎる特徴は部屋が綺麗であるという特徴なんですねさてさて皆様担当 当直入にお尋ねします今部屋を見渡してください皆さんの部屋は綺麗でしょうかそれともぐちゃぐちゃの状態でしょうか残念ながら今お部屋がぐちゃぐちゃの状態の人はお金は貯まりませんお金を貯めたいのであれば部屋を整える必要が絶 体にあるからですこう言うとね、いやいや、何を言っているんですかと、部屋が綺麗かどうかと、お金を貯められるかどうか、一体何の関係があるんだと思われた人多いかもしれません。確かに、一見何の関係もないように思われるかもしれませんが、実は関係大ありです。ぜひ私の説明を聞いてください。ファイナナンンシャルプランナー黒田直子さんががが書かかれたお金が貯まる人はななぜ部屋綺麗のか自然に 貯まる人がやっている50の行動という興味深い書籍の中で部屋を片付けるとお金が貯まる理由は片付けると物が見える化されて現在いらないものがいっぱいあるということに気づけるからであると述べられておりますおそらくですがこれを聞いている99%の方がね家の中にいらないものを溜め込んでいるんですお部屋を整理してみると例えばですよ一人暮らしなのに お箸がなぜか3000もあったりとか何年も読んでいない本がたくさんあったり同じような機能のものが2つあったりと絶対これいらないよねというものがいっぱいあることに気づけるんですこのようにしてまずは自分がいかにいらないものに囲まれて過ごしているのかこれまでいらないものを買ってお金を無駄にしていたのかということに気づくことがお金を貯める第一歩です自然にお金が たまる人はいらないものなんてそもそも買いませんちゃんと自分に必要なものや自分の価値の置いているものだけにお金を使うから別にね苦労なんてしなくても我慢しなくても自然にお金がたまっていくんです自分のお部屋の中家の中を徹底的に操作していらないものをあぶり出す そして、そのいらないものを一つ一つ丁寧に手放していく。そして、手放していく際には、なぜそれが自分にとっていらないものなのか、逆に自分にとって何が必要なのか、自分が大切にしている価値観は何なのかといった風に、自分と向き合いながら捨てるようにしてほしいのです。そうやって、ものが減れば、一つ一つのものの存在は大きくなり、自分にとって本当に必要なもの、好きなものを意識できるようになります。そうなれ ば漠然と何も考えず買い物をすることももななくるるのでで無駄遣いも減るわけですこれまでは、衝動買いしていたものであっても、ああ、これは自分には全然必要ないから、これは自分の価値観に合致しないものだからと言って、サクッと楽に買うのをやめられるんです。それが自然と節約となり、お金が溜まり始める仕組みでございます。多くの人はね、お金がないと言ったとき、まず節約しようと考えがちですが、まず 身のりりをを振り返っっててちょととした行動や意識を変えてみることお部屋を整えるということがお金の貯まる確実な道なんです。そして自分に必要なものが分かって物の量が減ればこれまで無駄に溜め込んでいたもののせいで狭くなっていたスペースがガランと空きます。その結果より狭い部屋に引っ越してもより快適に過ごせるようになり家賃を大幅に浮かすことも可能でしょう。今まではね、単に無駄 なものが部屋のスペースを占領していて部屋が狭くなっていただけですから物が少なくなればより狭い部屋でも十分に事足りるようになるわけです今まではね、例えば家賃が10万円そこそこの広い部屋で物をたくさん置いて生活していたが物を捨てて綺麗に整理整頓すれば家賃5万円のより狭い部屋でも物が大幅に減ったことで広さが変わらなくなったりむしろ広くなったりして苦労すること なく家賃を下げることができるでしょう家賃というのは多くの人が収入の2割から3割を費やしているもっ とも大きな固定費になります。ですから、いらないものを徹底的に炙り出して捨てることで、徹底的に部屋を整理整頓することで、楽に家賃を下げることができれば、生活費はガクンと下がり、自然とお金が貯まります。そして、ここがね、もう一つ、非常に重要なことですが、整理整頓や片付けが大事ですと言うと、いやいや、何を大げさなと、たかが整理整頓、たかが片付けだろうと、整理整頓や片付けな なんて大したことないと思っている人いるかもしれませんですがそれは大きな間違いなぜならば整理整頓と貯蓄というのは同じ原理でできているからです だから、片付けができない人は、当然貯金もできないし、逆に、片付けが上手い人は当然、貯蓄もうまくなるというわけなんです。将来に不安を抱えていたりとか、老後のお金の心配をしているという人は多いでしょう。そんな人は、お金を絶対に貯める必要があるわけなんですが、お金を貯めるには、ちゃんとなぜお金を貯める必要があるのかという目的を 自分の中で明確にした上で、さらに、じゃあそのためにはどのようにすればいいのかといった風に、具体的な方法を検討し、それを実行する意思や行動力が必要になります。きちんと貯蓄するには、資質の管理が絶対に必要で、そのためには自分に必要なものと欲しいものをしっかり見極め、区別することが重要ですよね。 ここは多くの人が誤解されていますから説明させていただきたいんですがお金が貯まるかどうかはあなたの収入だけで決まるわけではございませんこの中にもね自分は収入が高くないから貯蓄なんて到底無理だと諦めている人結構いるのではないでしょうか ですがたとえ収入が高くとも自分にとって必要なものが分かっていない人は巧妙なマーケティングや魅力的な広告に踊らされいらないものをたっぷりと買わされてお金は一向にたまらないんです逆に収入がたとえ少なかろうともちゃんと自分にとって必要なものが分かっている人はお金に対する意識が高くてお金が貯まるんですその結果で、ね、年収1000万円の人よりも年収300万円の 人の方がが貯蓄が多いなんていう現象がたびたび起こるんです。 例えば、収入が多くなくてもしっかりお金を貯めているタイプの人は疲れた、ちょっと喉が渇いたと言って頻繁にカフェに立ち寄ったりなどしません。カフェで飲むフラペチーノは自分が欲しいものであり自分にとって必要ではないと分かっているからです。そして、こういったことは全て片付けにも当てはまります。整理整頓ができない、ものが捨てられないということは自分にとって必要なものと欲しいものが判別できていないため に起こります。 逆に言うと、整理整頓がきちんとできることは、自分にとって必要なものと欲しいものが、ちゃんと区別できているということ。そして、これが区別できるようになれば当然、日々の生活でも、これは自分にとって必要、単なるこれは欲しいものといった風に、しっかり区別し、支出をちゃんと管理することができて、お金が貯まるんです。物をどんどん捨てていく、断捨離の時間を通して、自分はこれからどのように生きていくのか、自分にとって何が大 大切なのかということとを物を手放すす過程でで見つめ直していくここができますこれはいる。これはいらないよと一つずつ物を捨てていく中で自分の内側の大切にしている価値観に気づくきっかけになったりどういうものを自分は欲していてどのような人生をこれから送っていきたいのかといった人生全開まで 自分を見つめ直すことができます。物を捨てるというのは何が自分の人生にとって重要なのかを炙り出すとても重要な作業なんですね。さてどうでしょうか。このように考えてみれば整理整頓と貯蓄は同じ原理でできていることに気づけるでしょう。部屋がぐちゃぐちゃで必要なものといらないものの判断ができなければ買い物に行った時またいらないものをね、どんどん買い込んで家の中に持ってきてしまいます。そんなことしていたらいつまで またとえ収入が高かろうともたまらないんですだからお金を貯めたいのであれば身の回りの片付け整理整頓を習慣化するのがまず第一歩と言えるでしょう。また いらないものを捨てて自分の本当に大切なものだけを部屋に残せば私たちはものを大切にすることができますよね。現代は大量生産、大量消費の時代ですからどんどんとものが作られては使い捨てられていくような時代です。そんな時代には本当に必要なものの価値を見極める力が絶対に必要なんです。自分にとって必要なものを大切にし大切に長く使えば自然とお金は貯まります。 あまりにも物が溢れすぎていて、これまでなかなか物一つ一つを大切にできていなかった人も多いでしょうが、この機会にぜひ物を減らすというプロセスをきっかけにし、物の大切さに向き合っていただきたいと思うんです。それでは次二つ目に紹介したい。1%の人しか知らないお金がどんどん自然に貯まる人の意外すぎる特徴は、5000万円の価値がある健康を 徹底的に大事にしているというものになります。さて、お金がどんどん自然に貯まる人は皆、健康を徹底的に大事にしていると言えます。お金を貯めるというと、節約とか収入アップばかりに目が行ってしまいますが、もう大前提としてね、健康を徹底的に大事にすることが、お金を貯める上でめちゃくちゃ大切で、最も大きなインパクトをもたらすでしょう。 ほとんどの人は、うすうす、健康とお金は関係しているだろうな、ぐらいのイメージは持っていると思いますが、健康とお金は皆さんの想像を、はるかに超えるレベルで、密接に関わっているので、ぜひこのことを知ってください。そして、お金を貯めるためにも、今後、健康を大切にしていこうではありませんか これを聞いている健康リテラシーの高い皆様であればシンプルにね健康になりたいという理由で健康に今気を使っている人多いと思います。ですがそこにぜひお金を貯めるという目的も加えてほしいです。健康を意識すれば 健康になれるということに加えて、お金も貯まるんだということを知りましょう。それでは、健康がいかにお金を貯めるとか、お金を生み出す上で重要なのかというお話をここからして、皆さんの健康への意識を最大限高めていきたいと思います。さて、健康はお金よりもはるかに大事で、健康にお値段をつけることなんて到底できませんが、あえて言うのであれば、 健康には5000万円の価値があると言えるでしょう。黒田直子さんが書かれたお金が貯まる人はなぜ部屋が綺麗なのかという本の中では健康には5000万円の価値があるんだということが 健康体の人と病気がちな人とのケースを比較し、詳しく述べられております。まあね、より詳しい内容は本書を読んでいただきたいと思いますが、簡単にまとめちゃうと、健康な人はより長く健康的に働くことができ、より多くの収入を得ることができます。さらに、健康であれば、頭もよく働くため、スキルアップや収入アップなども望めます。しかし、病気しがちであったり、 を崩してしまえばそうはいきません働けなくなって収入がなくなっちゃったりとかいつも頭がぼんやりとしていて集中力が続かずその結果給料がなかなか上がらなかったりさらには医療費や介護費などの負担が健康な人に比べて増えるため両者の間には信じられないぐらいの差がついていき最終的には5000万円程度いやそれ以上の差がついてしまうんですまた現在は人生100年次第 と言われどどんどん寿命は伸び続けておりますそのため、老後が長くなってしまい、老後のお金が不足してしまうということが世間でよく問題視されておりますよね。 実際、老後の年金だけで乗り切ることができないんじゃないかと多くの人が心配している世の中です。こんな時代においてよく提唱されている解決策はより長く働くということ。老後が伸びちゃったんだからその分長く働く必要があるということです。実際、定年退職する年齢も伸びてきておりますし、70歳を超えても80歳を超えても現役で働き続ける人たちも増えてきております。もちろん、 10年前に比べると給料が下がってしまうかもしれませんが、それでも70歳、80歳になっても働いて月に5万円でも10万円でも収入があれば老後の生活は圧倒的に楽になります。このままでは多くの世帯において老後資金が不足する。 だから、より長く働くしか方法はないよと、よく世間で言われていますが、より長く働ける人というのは、一体どういう人でしょうか皆さん。そうでございます。健康な人ですよね。健康でなければ私たちはそもそも働くことなんてできません。 70歳、80歳になって、寝たきりになってしまえば、当然働くことなどできやしませんし、認知症になってしまったり、大きな病気をしてしまっても、働くことはできません。その結果、健康な人に比べ、得られる収入は圧倒的に目減りしてしまいます。このように、人生100年時代において、多くの人がより長く働く、長く働かなくてはいけない時代が到来したということを考えれば、正直、健康の価値は5000万円どころの 騒ぎではありません。 健康な人と不健康な人の間ではもっともっと大きな金額の差がついてしまうことになります。何よりも健康を失ってしまえば金には変えられない人生の満足度、幸福度が大きく低下してしまいます。健康を失ってしまったら金も失ってしまうし人生に対する満足度、幸福度も失ってしまう。だからこそ私たちはこのチャンネルでしっかりコツコツと健康に良いものを食べて適度に運動し、 睡眠をしっかり取りましょうということをいつもお伝えしているわけですこういった基本的な生活習慣を徹底していただければ 健康体で一生を終えられる可能性はかなりり高まります逆にインスタント食品とかジャンクフードばかりを食べて乱れた食生活を長年送ってきて運動もせず酒を飲んでいつも睡眠不足の人は40歳ぐらいから高血圧症とか高血糖などの持病を抱え55歳で脳卒中75歳で認知症を発症するなどといったふうに 病気まみれの人生を送ってしまう確率が高まってしまいます。健康には、経済的に見れば、5000万円以上の価値があるし、人生全体から見れば、それ以上の価値があるので、健康だけは何としてもね、徹底的に守り抜いて欲しいんです。さて、ここまで、健康の重要性について語ってきたわけですが、とはいえ、 大げさなことをする必要はありません。当たり前のことを当たり前にやっていけばいいんです。悪習慣を排除し、食事、運動、睡眠を徹底する。まずはこれから始めましょう。そして、食事、運動、睡眠の三本柱が整うようになってから、それらに加えて瞑想をしたりとか、ストレス解消法に取り組んだりとか、 定期検診を受けたり、歯科検診を受けたり、自然の中で過ごす時間を増やしたり、紫外線対策を徹底したり、お酒の量を減らしたり、社会的な交流を持つようにしたり、趣味の時間を確保したり、ポジティブ思考を身につけたり、スクリーンタイムを制限したりと、さらに健康になれるような習慣に取り組んでいくと良いでしょう。ですがね、まあ、ほとんどの人は、食事、運動、睡眠の三本柱さえ徹底して、 ていただければほとんどの人はかなり健康でいられるはずですし今仮に体調が悪かったとしても大幅に改善するはずです食事運動睡眠に関しては私たちのチャンネルでたくさんの動画を出しておりますのでそういったものから知識をゲットして基本に忠実にコツコツと取り組んでいきましょう それでは次3つ目に紹介したい。1%の人しか知らないお金がどんどん自然に溜まる人の意外すぎる特徴は心安らげる第3の場所、サードプレイスを持っているということになります。さて。 お次はね、あまり知られていないけれども、ストレス解消をはじめ、絶大なメリットを私たちにもたらしてくれ、お金がどんどん自然に貯まる人になれる、意外な方法についてちょっとお伝えしていきたいと思います。それはズバリ。 第3の場所、サードプレイスを見つけるという方法。皆さんは自宅と職場以外に今居場所がありますか毎日毎日自宅と職場の往復ばかりしているとか、基本的に自宅や職場でしか過ごしていない居場所がないという人は、ぜひ第3の場所、サードプレイスを今から見つけてほしいです。ファーストプレイスは自宅、セカンドプレイスが職場、そしてそれにつ 人生に欠かせない第のの場所のこととをサードプレイスと呼びますまあ、簡単に言うと、自宅と職場以外に自分が落ち着けるような場所、自分が好きだなぁと思えるような場所が、サードプレイスにあたります。例えばですが、お気に入りのカフェとか、お気に入りのバー、あるいは図書館、 公園など、居心地よく安心できる空間が代表例になります。また別にこのような、多くの人が利用する場所だけでなく、自分が心地よければ、どんな場所でも OK です。散歩コースの一角、いつも通る雑貨店、馴染みのスポーツクラブ、近所のスーパー、近所の銭湯、近所の飲み屋などなど、自分が心落ち着ける環境であれば、どこだって OK です。大切なのは、そこにいると安らい。 上げるというあな,ただけの基準ですなぜかわからないけれど、この場所居心地いいんだなぁという場所があなたにとってのサードプレイスなんです。社会心理学の研究でもこのサードプレイスの重要性が明らかになってきております。 実は、職場や家庭とは違う居場所を持っている人ほど、ストレス耐性が高いということがわかっています。そして、ストレスに強ければ、お金を散在してしまう確率がぐんと減ります。サードプレイスは、私たちに適度な距離感を与えてくれます。家族や同僚と一定の関係を保ちつつも、 一歩引いた場所で自分を取り戻すことができる。そうすることで息抜きができ、気持ちを切り替えることができるんです。私たちの生きる現代社会はもう本当にストレス肩の社会ですよね。常に誰かと密接に関わっていなければいけない重圧感、オンとオフの切り替えが難しい日々、そんな中だからこそ安心できる第三の場所を確保することがめちゃくちゃ大切になるわけです。家とか職場の環境から 離れることで日常のストレスやプレッシャーから一時的に解放されリラクゼーションの時間自分だけの時間を持つことができますサードプレイスでリラックスすることはストレスを減らし心の健康を保つことにつながりますまた自宅と職場以外の人間関係を持てるというのも非常に大きいでしょうサードプレイスでの新たな人々の出会いや異なるバックグラウンドを持つ人々との交流からいろんな刺激を受けることができます いきますし社会的なつながりも広がっていきますカフェのマスターとの何気ない会話公園で見かける犬の散歩仲間との挨拶 いつも言っている銭湯のサウナ仲間との談笑。そうした親密すぎない他者との緩やかなつながり、軽い交流が孤独感を和らげ、リラックス効果をもたらしてくれるんです。自分がね、どこかに所属しているという感覚は非常に重要なもので、自分はどこにも属していない、誰にも必要とされていない、安心できる場所がないという感覚は、私たちにとって非常に苦しいものになります。自宅 国にも職場にも居場所がない。そんな時、私たちは他に行く場所がなく、精神的にも追い詰められてしまいます。ですが、サードプレイスがあれば、最悪、自宅にも職場にも居場所がなくなった時の保険のようなもので、メンタル的にかなり安心できるんです。自宅と職場しかなければ、いざという時の逃げ場がなくなってしまいます。いざという時の逃げ場がないというのは、私たちにとって大きなストレス、プレッシャーになります。だけ けどあの場所にさえ行けば安心できるあの場所にさえ行けば人と緩やかに交流できるという場所があればそれだけで気持ちはかなり楽になるんです逃げ場のないどうしようもない状況でストレスが溜まりまくって爆買いをしてしまう辛さをかき消すために無駄遣いをしてしまうなんていうこともなくなるでしょうサードプレイスがある人は辛い時はサードプレイスに行けばいいんですから さて、これまでね、サードプレイスについて意識したことがなかったという方多いと思います。ぜひこれを機会に自分のサードプレイスを探してみてほしいと思います。それでは次4つ目に紹介したい。1%の人しか知らない。 お金がどんどん自然に溜まる人の意外すぎる特徴はストレスが少ないあるいはストレスに強いという特徴になります。さて、ストレスが少ないそしてストレスに強い性格というのもお金が貯まる人の特徴になっています。ストレスが過剰な子の世の中でストレスを解消することが健康的に生きる上でめちゃくちゃ大切であると近年よく強調されていますが実はストレスの管理というのは健康だけじゃなくて お金を貯める上でもめちゃくちゃ重要なんです。なぜならば私たちがお金を無駄遣いしちゃう大抵の理由はストレス発散にあるからです。皆さんもね、心当たりがあるでしょう。ストレスが溜まりすぎているからブランド物のバッグを爆買いしてストレスを発散しようとする。ストレスが溜まっているからお酒を飲んで騒いで散在してしまう。だけどそもそもストレスがなければわざわざお金を無駄遣いしよう なななななんんんてて思わないでですすスストレをを減らして冷静ににれば大切なことに私たちははお金を使えるはずなんですよくね、一流企業で高い給料をもらっている人ほど貯金が少ないなんて言われておりますが、一流企業で給料が高い人というのは基本的にめちゃくちゃ激務ですから、その激務のストレスを発散するためにプライベートでお金を使いまくってしまうと言われています。まあね、気持ちはわかりますよね。 仕事がめちゃくちゃ忙しすぎて過剰なストレスを毎日背負っているから飲まなきゃやってられねえよといった感じでお金を散財してしまうわけです。 そして、ストレスが過剰になってしまえば、メンタルの調子も悪くなってしまい、メンタルの調子が悪くなれば、さらにお金を散財してしまったり、正しいお金の使い方ができなくなるので、ストレスを減らすということは超重要なんです。ストレスによる、お金の無駄遣いの代表はね、やはり何と言っても、衝動いでしょう。 多くの人は、ストレスを感じている時に、短期的な快楽を求めがちです。まあ、要するにね、すぐに気持ちよくなれることを求めているんです。衝動いをすれば、脳から大量にドーパミンが放出され、私たちは気持ちよくなれる。不安やストレスから、 一時的に逃避するために衝動買いをしてしまうことが増えるというわけです。また、ストレスが多い状態だと、将来に対する計画性とかね、将来に対して備えるという気持ちが薄れていってしまいます。これによって、長期的にお金を貯める計画を立てたりとか、その計画に従って、老後資金を堅実に貯めるといったことが難しくなってしまいます。またね、 当然、ストレスが原因で健康を害してしまえばお金は減っていってしまいます。ストレスが原因で睡眠不足とか、 自律神経失調症、あるいは、うつ病などのメンタル疾患といった問題が生じれば、医療費の増加を招くだけじゃなく、仕事のパフォーマンスの低下につながり、さらには、最悪、若くして、働けなくなってしまうなんていう状態にもなり、お金は圧倒的に溜まりにくくなってしまいます。というわけで、様々な角度から、ストレスはお金を直接的に減らすと言えます。ですから、しっかりストレス解消をする時間を けることが重要になるんですそして、ストレスを大きく減らす強力な方法が、この動画の前半でもご紹介した、部屋をきちんと片付けるということ。 ぐちゃぐちゃのたくさんものがあるような部屋では私たちは大きなストレスを感じてしまうことが分かっているからです。私たちは普段仕事で大きなストレスを抱えていますから家ではしっかりとリラックスしてストレスを解消することが絶対に必要です。そうしなければすぐにストレス過剰になってしまいます。ですがお家がぐちゃぐちゃの状態だと家ですらも気が休まることなくストレスを解消する場所が侵されてしまいます。 ですからね、何としても家を徹底的に片付けてほしいわけです。また、部屋を片付ける以外の非常にストレス解消効果が高いのは、やはり運動になります。そして、運動の中でも筋トレが、ストレス解消には最も効果的であるということも知られています。 筋トレというとね、ムキムキの人がタンクトップを着てジムでオラーとか言いながらめちゃくちゃ重いものを持ち上げているというね、イメージあるかもしれませんが、あそこまでする必要は全くございません。もちろんね、行ける人はジムに行って筋トレしたらいいと思いますが、別にわざわざジムに行かなければ筋トレができないわけじゃありません。自宅で簡単にできるスクワットとか腕立て伏せをするだけでも十分なストレス解消効果が 得られるということが研究で明らかになっていますですからぜひ1日ね 5分腕立てをするとか、スクワットをするとか、ジムにわざわざ行かなくてもいいので、ご自宅でやってください。筋トレをすると、ストレス解消になるのは、しっかりとした理由がございます。それは、筋トレを頑張ることによって、幸せホルモンであるセロトニンとか、ドーパミンが放出され、気分が前向きになり、ポジティブな感情になるからです。さらに、運動をすると分泌される、エンドルフィンという物質は、脳内ま 早くとも呼ばれ、私たちを幸せな気分にして、ストレスを抑えてくれる効果がございます。筋トレをすれば、こういったメンタルによく、ストレスを抑えてくれる物質が、脳内でドバドバと分泌されるから、ストレスが溜まっている時ほど、皆さん、筋トレをしてほしいんです。もうね、むしゃくしゃしてどうしようもない時は、おらーと、その場で2分ぐらい思い切ってスクワットをしてください。だいぶね、気分はスッキリするはずでございます。私もね、 時にはイライラしてしまったりとか、結構落ち込んでしまう時もございます。そんな時はね、ああ、自分今イライラしているな、自分今落ち込んでいるな、と自分の感情をしっかりと自覚して、よし 筋トレしようと思うんです。もちろんね、気分が落ち込んでいるわけですから、確かに腰は重いです。筋トレめんどくさいなぁとなります。ですがそこで自分を奮い立たせ、筋トレさえしてしまえば、あとは爽快な気分になれて、体もめちゃくちゃ軽くなります。たとえ5分でも10分でもやれば爽快な気分になれます。私はね、このことをちゃんとわかっているから、落ち込んだり、体がだるい時でも筋トレをすることができています。ぜひ皆さんも一度、 筋トレして気分がすっきりするめちゃくちゃ体が軽くなるストレスが解消されるというあの感覚を味わってほしいですそしてストレス解消の最強の武器として筋トレを積極的に活用してほしいんですまあねとはいえ今もうめちゃくちゃストレスが溜まっていてどうしても体が動きませんと何をするのもだるいですとそんな状態の方もいるでしょうそんな人はぜひベッドに入り目を閉じてゆっくり ゆっくりと深呼吸をしながら、過去の良かったこと。 過去の良かった思い出をね、思い出してほしいんです。ストレスを感じた時、過去の良い思い出を思い浮かべるというのは、実は非常に効果的なストレス解消法、セルフケアになります。ネガティブな感情についつい飲み込まれそうになったり、どうしても辛くて涙が溢れてくる。そんな時はぜひ一旦深呼吸をし、過去の良かったことを思い浮かべることに集中してほしいんです。皆さんも自分の過去の中を振り返ってみ ればあの時は嬉しかったなとかあの時は本当に楽しかったな最高だったなという記憶があるでしょうそういった記憶を集中して思い出すんですいやいやそんなこと思い出して何になるんだよと思う人いるかもしれませんが 実は、そういったポジティブな記憶を思い出すことによって、なんと、幸福ホルモンと呼ばれるセロトニンなどの神経伝達物質が放出されることが分かっているんです。その結果、ストレスが解消されたり、気分が落ち着いたり、前向きな気分になれるんです。思い出すことはね、どんなことでも構いません。例えば、一生懸命勉強して、受験に受かって、最高に嬉しかったあの瞬間を思い出してもいいでしょうし、卒業旅行で学生時代 代の友人と行った時のことを思い出すのもありでしょうまた昔過ごした思い出の場所を思い出してみたり誰かに褒められた時認められた時の嬉しかった気持ちなどを思い出すことで脳内では幸福感につながる物質が着々と作られているんです本当かよとそれぐらいで幸せな気分になれるのかよストレス解消になるのかと思う人いるかもしれませんが実際にですね被験者に意図的に過去のポジ ポジティブな出来事を思い出してもらったという実験では 14秒後には、ストレスが大幅に減少して、ストレスホルモンのコルチゾールの分泌も抑えられたということが分かっているんですね。良い思い出を振り返るというのは、まるでタイムマシンに乗るようなものなんです。当時の楽しかった気持ちを追体験することで、今のストレス状態から一瞬で過去のあの幸せな状態に戻れるんです。これをベストセラー、ダイウィズゼロの著者、ビル・パーキンス氏は、思い出から の配当と言いましたなかなかうまい言い方ですよね。私たちは何度でも素晴らしい思い出を回想することによって思い出から何度でも配当を得ることができるんです。ということで皆さんには好きあらば素晴らしい思い出に浸って思い出から多大なるメリットを得ていただきたいと思いますが実はね思い出から最大限の配当を得るにはコツがございます。ズバリ思い出し方のコツは五感をフルに活用すること こと例えば海での最高の思い出を思い出す時に太陽の光を浴びたあの日の暖かさ潮風が運んできた磯の香り砂浜を裸足で歩いたあの心地よい感覚といった風にその時の情景を鮮明に思い出すんです五感をフル活用して鮮明に思い出せば思い出すほど 得られるメリットは大きくなりますまた素晴らしい瞬間を記録した写真やビデオを見返すというのもとても効果的です頭の中で思い出すだけでなく実際に写真やビデオを見ることによってより鮮明に当時のことを思い出すことができますあああの日は俺こんなに笑顔だったんだなとこんなに没頭して楽しんでいたんだなと客観的に自分の姿を見つめられるはずです 思い出から得られる配当というのは極めて大きいですから、ぜひ皆さん将来のために簡単に思い出せるように、よかった た体験素晴らしい思い出は日記に書き留めておいたりできれば写真や映像に残しておくと良いでしょうそして心が弱ってしまった時にぜひその写真や映像を引っ張り出し今の乱れた体勢をね立て直すことに使って欲しいんです大切なのはポジティブな気持ちを意図的に呼び覚ますということ嬉しかった瞬間安心した瞬間夢中になれた瞬間そんな心が満たされた経験の数々はきっと今の あなたを励まして力づけてくれるはずなんです。ぜひストレスに悩まされた時は昔の良かった思い出を掘り起こしてみてほしいと思います。さて、ここまでストレス解消法として部屋を片付けること、そして筋トレ、そして良い思い出を思い出すという3つの方法について解説してきました。 その他にも科学的にストレス解消効果が認められているものをいくつか列挙して紹介しておきましょうか。瞑想やヨガも非常に効果的です。その他にも音楽を聴きながらウォーキングをする、趣味の時間を持つ、日記を書く、 動物と遊ぶ、お風呂にゆっくりと浸かる、マッサージを受ける、自然に触れる時間を確保するといったことが、科学的にストレス解消効果が高く認められているものになります。もちろんね、こういったことに限らず、自分自身がストレス解消になっていると思うのであれば、正直なんだって OK です。お風呂に潜ってね、大声で叫んでストレス解消になるなら、それだってあなたにとって立派なストレス解消法なんです。とにかく、自分 にとってストレス解消になれば何でもいいですから、ぜひしっかりとお金を貯めるためにも、精神的に健康でいるためにも、ストレスは溜め込まず、きちんと日々解消してほしいんです。ストレスが減れば、お金が貯まるだけじゃなく、肉体的にも身体的にも健康になれるんです。 それでは最後に本日の内容をしっかりまとめておきましょうか。本日のまとめ。本日は1%の人しか知らないお金がどんどん自然に貯まる人の意外すぎる特徴について合計4つ紹介してきました。1つ目は部屋が綺麗という特徴。2つ目は5000万円の価値がある健康を徹底的に大事にしているという特徴。3つ目は心安らげる第三の場所、サードプレイスを持っているという特徴。4つ目はストレスが少ないストレス に強いという特徴でした本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご静聴ありがとうございました